2005年に時速 408.47km の最高速度記録を達成したブガッティ・ベイロン。量産車の最高速度記録はコンセプトカーや改造車ではない市販車によって達成された速度の最高記録の一覧である。この記事における量産車の定義は量産車の定義の項を参照のこと。量産車には様々な定義が存在し、 メーカーや自己利益団体によって定義が異なる場合があり、また同じメーカーであっても定義に一貫性がない場合もある。このため、この記事ではメーカーや車種などを問わず量産車を以下のように定義し、それらを満たした車両のみ掲載するものとする。主に消費者への小売り販売、個人使用、行動での人々の輸送のために製造された車両であること。 最高速度記録を達成するために使用された車両と同じ仕様で一般に販売可能であること。車両識別番号に国際製造者識別紙が表示されているメーカーであること。これにはプロのチューナーなどによって改造され、瓶にそのチューナー固有のホミーが記載されているものも含まれる。1981年以前の車両は、 車両メーカーが製造したオリジナルの仕様であること。プロのチューナーや個人が改造した車は対象外。アメリカ合衆国、欧州連合、日本のいずれかで公認検査や車検を取得し、それらの国で行動を合法的に走行可能であること。複数の国の市場で販売されていること。なお、このリストでは、諸仕用等、第1位の自動車の一覧とは異なる定義を、 使用している。最高速度の測定は舗装されたテストコースなどで行われ、進行方向を違えて2度走行し、両方の走行の最高速度の平均がその車の最高速度とみなされる。スピードリミッターを取り外して測定した場合は、前述の6つの定義を満たした上で、市販時にはスピードリミッターを取り付けて販売されている必要がある。なお、 マクラーレン F1 の場合は、カードライバー紙の測定で、レブリミッターを8300回転まで引き上げた、XP5 プロトタイプの速度が推定値として使用されている。最高速度が124マイル毎時以上に達していること、また、第二次世界大戦後に生産された市販車であることも、条件である。第二次世界大戦以前に生産された車両は、 たとえどれほどの記録であっても除外される。ただし、ベンツベロは比較用としてリストの最初に例外的に掲載した。最高速度を決定するための標準化された方法がなく個々の主張を検証する気もないため、特に古い記録に関しては世界で最も早い量産者の主張を比較することが困難である。それが浮き彫りになった例として、 ブガッティとヘネシーの間の論争が挙げられる。2010年7月4日、ブガッティベイロンスーパースポーツは時速 431.072km という最高速度を達成した。ただし、ベイロンスーパースポーツの通常仕様はスピードリミッターにより最高速度が 415km 毎時に制限されており、記録は 生産台数30台のうち5台のみのスーパースポーツワールドレコードエディションによるものであった。ギネスブックはスーパースポーツワールドレコードエディションの記録を最高速度記録として認定、記載した。しかしその3年後、サンデータイムズの問い合わせに対し、ギネスワールドレコーズの PR ディレクターであるハイメストランは車のスピードリミッターが無効になっていたため、 これは公式ガイドラインに違反するものであった。よって、車両の記録である4 3 1 0 7ートル毎時は無効になったと回答した。その5日後、ギネスワールドレコードズのウェブサイトには、ギネス世界記録は、ブガッティの記録が失格になっていないことを確認したいと思う。レコードカテゴリーは現在審査中である。と記載された。さらにその5日後、 多くの外部専門家による徹底的なレビューの後、ギネスワールドレコーズは、ベイロン16.4スーパースポーツによって、達成された最速の量産車のブガッティの記録を確認できたことを嬉しく思う。審査の基準は、自動車の標準仕様の変更を構成する改造に該当するか否かであった。必要なすべての情報を評価した結果、ギネスワールドレコーズは、 スピードリミッターの変更は車両やエンジンの基本的な設計を変更するものではないと判断したと発表した。一部の車は様々な理由から最速の量産車として認められる基準を満たすことができなかった。ありがとうございます。